仙台はですね、昨日から仙台七夕というこれまた大きいお祭りが続いている3日間です。3日間多分この天気だと200万人ぐらい集まってるのかなというふうに思います。今日はですね、こういうよさこいを通じてですね、我々の元気な